ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイ。スティックコントロールシリーズ、今回はですね、ウォーミングアップと題しまして、私演奏前に、ライブ前にですね、数分の間にこうできるようなウォーミングアップ、もしくは私がやっているウォーミングアップ、これをですね、今回は2つ紹介していきたいと思います。イエーイ。それでは早速ですね、一つ目のウォーミングアップ紹介していきたいと思うんですが、早速ちょっと書いてみたんですけども、いつものようにと言いますか、初めての方はね、ちょっとあれかもしれませんが、このタッパッ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 というふうにですね、ちょっとこう16分音符の表記にさせてもらってます。タッパッ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 タッパ、スティックコントロールというのはすごくね、ものすごくたくさんいろいろなものがありまして、まあ、もちろんいろんなメソッドがあるんですが、前にもお勧めしたことがあるんですが、こういったのがあるんですね。こういうメソッド、これは私も参考にしてまして、こういうのは何かと言いますとですね、いわゆるこう右左とか左右とか、いわゆるこう手順がいろいろ書かれていて、3連も含めていろいろスティックコントロールの組み合わせみたいなものが書いてあるんですね。こういったので、まあ、時間があるときにこう少しずつねやったりするんですが、今回はですね、まあ、それもそうなんですが、私がこの抜き出したと言いますか、少し私がやっているのはですね、ここにはちょっと書かれ、ここにも書かれているとは思うんですが、連続でね、打ちます。連続で。何を言ってますかと言いますと、この R は一応今回右というね、ライト。タタ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 といきなり8個打ってます。タタ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 。で、ここ左はですね、タタタタタタ。ですから今回やってみたいのはですね、まあ、てか私は普段やってるんですが、1,2,3,4,5,6,7,8 8個ずつ、1,2,3,4,5,6,7,8。この時ですね、スティックの握りはですね、まあこの、まあこのこの持ってる部分、この部分のこの指の部分をこうスッとこう、まあホールド気味、あえてホールド気味でしっかり打ってみる、ホールド気味で打ってみるか、もしくはここを少し緩めてですね、少し柔らかく、少しここのつかみの部分も、ね、利用しながらやるという、僕の場合2種類しっかりホールドしているのと、少しここをね、この部分フィンガーコントロールといいますか、これを使うのと、ウォーミングアップなので割とこうしっかり、まずはですね、まず最初は割とこうホールド気味で1,2,3,4,5,6,7,8。もちろんこれはですね、タッタッタッタ、右4つ左4つでももちろんいいんですよ。しかしあえて私がいつもやってるのはですね、8個ずつなんです。5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8。これはですね、まあ、ラテン的な、まあ、ティンバレス的にはですね、コンガのマルチャーってございますね。ツークーパークツークートート。あれって、トゥークータクトゥークートート。タタ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 でワンクールなんです。で、ティンバレスのこのマンボのカスカラカとかね、マンボのシリーズがあるんですが、このティンバレスでマンボ、サルサを演奏するときに、ツックパックツックトトっていうマルチャーと、ツックパックツックトトリンクしてるわけなんですが、このタタタタ、タタタタとこう4つ打つことでやったり、ツックパックツックトトってこのコンガのマルチャーのワンクールが8個なんで、それでね、リンクさせてるっていう意味で僕はね、すごく好きなんですね、8個。ツックタクツックトト、ツックタクツックトト。ですから、まあ、これはラテン的な感じかもしれませんが、8個打ちながら常にですね、コンガを鳴らしてます。トゥクパクトゥクトトトゥクパクトゥクトトトゥクタクトゥクトトトゥクパクトゥクトトトゥクタトゥトゥトゥトトゥクタトゥトゥトゥトト。ですから、メトロノーム君ともちろん練習していいんですが、それもそうなんですが、ぜひですね、ラテンパーカッションのこのコンガのマルチャ、ツークーパークーツークートートという動きと、ツークーパークーツークートート、8個リンクしてると僕はね、すごくこう、ね、気分的にも盛り上がりますね。ツークーパークーツークートート、ツークーパークーツークートート。ゆっくりでいいと思います。ツークーパークーツークートート、ツークーパークーツークートート。かえって、ゆっくりの方が難しかったりします。丁寧にね、やるって難しいんですよね。もちろんここを開放気味で、開放気味というのはこういうことですね。
こういうスティックのねウォーミングアップもいいと思います。もちろんメトロノーム君とのね、合奏も面白いんですが、ぜひね、ラテン音楽ファンの方でしたらラテン音楽をぜひかけていただいて、ね、何でもいいです。なんかこうゆっくりめなね、マンボとかサルサのタカタタンティンタンティンタンタンタンツクパクトントントントゥクンタクントントンツクパクンコンコンとかね、そういうこう CD とかにね、CD、MD、iPhone、iPad、何でもあるんですけども、その音源に、8個。トゥ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 ン、クンクン、クン、ガン、パ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 ン、ツクパク、ツク、トトツクパク、ギン、ギン、ギン、パン、ギン、ギン、ガン、ゴン、ゴン、トゥクパク、ね。その感じでウォーミングアップ。僕はね、そういうのがウォーミングアップ好きでね、やっておりますんで、なんかこうね、例えば、まあ、まあ、車なんかで、ああ、渋滞しちゃった。ああ、渋滞して、もうこれ動かないなっていうね、渋滞の時はですね、もうスティックが車入ってますんで、そうするとハンドルをですね、タタ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 とウォーミングアップしてます。ね。そのうちこう、やってるうちに、こう、うわーわーって盛り上がったりもするんですが、まあ、でもね、こう、しかけ、音楽をかけて、マルチャーをね、8個。ぜひですね、まあ、ちょっとラテン音楽をかけて、メトロノームくんもいいんですけども、なんかこう好きなね、チャチャチャでもマンバでもかけながらですね、コンガとリンクさせながら、ツクタクトゥクトトトゥクタクトゥクトト、ぜひですね、ウォーミングアップしてみてください。それらは、後にですね、ツクッドゥンドゥンドゥンというパターンのね、タタタタってところにも略奪しますし、左手で、左手でね、16ボープを刻む時の練習にも必ずなりますし、ティンバレス的なそのコンガと必ずリンクしてますんで、ツクパクツク、ツクパクツクドゥンドゥンってね、ツクドゥンドゥンというところにもですね、繋がってくると思うんです。ですので、8個ずつをね、おすすめしています。ぜひ、やってみてください。イエイ。それではですね、もう一つ私がよくやっているウォーミングアップ紹介したいと思います。それはですね、このようにちょっと書いてみたんですけども、まあ、右と左で先ほどのように連続で打つ、ね、最終的には連続で打つんですが、その数をですね、1つ、2つ、3つ、4つという具合にですね、5つ、6つ、7つ、8つと、ふうに増やしていくんです。ですね、ちょっと説明が難しいと思うんですが、例えば一つ目は右左なんですね、タッタで、二つの場合1、2、2個ずつで、今度は3個ずつ1、2、3、1、2、3、次4つずつ1、2、3、4、1、2、3、4、5と書いたのは5個打ちます。1、2、3、4、5で2個ありますね、右5個左5個と1、2、3、4、5、1、2、3、4、5の流れからいきまして、この6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、流れから5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、先ほど一つ目に紹介したのはこの8なんですね、ツクパクツクトトなんですが、この練習はですね、まあ、ウォーミングアップはこの5とかですね7、この奇数をですね片方で打つっていうことはあまりラテン音楽ではあまりやらないんですけども、まあでもまあもちろん変拍子なんかでねそういう風な数え方はするんですが、普段のグルーヴの中ではなかなか5とか7っていうのは打たないんですね。ですから余計に練習になるわけですね。 1、2、3、4、5、5個だけ打つ、7個だけ打つ、でそれをですねちょっとゆっくりやってみますと1、2、3、4、5、6、7、8、これねよくやってるんです。なんかすごく自分の中ですごくなんかこう感覚がなんていうのかな、自分でこうしっかりこれ次はいくつ打つ、いくつ打つってもちろんこう数えね、考えながら、考えながらというか体的に染み込ませるというか、1、2、3、4、5、
1まで行ったらですね、また戻ります。タタ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 4、5、6、7、8、また戻ります。タタ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 1、2、3、4、これね、すごく気に入ってるって言いますか、特にあの、まあ、自分の中でテンポを出してもいいですし、あの、もしメトロノームくんとどうしてもやりたい場合はですね、あの、まあ、細かい8分音符を出す感じになると思います。あまり大きい四分音符を出しますと、ちょっとこう、ずれ込んでいきますので、5とか7で、ちょっとまた演出ね、練習しづらいと思うんで、例えばなんですが、メトロノームくんを240。めっちゃ速いですよね。早く感じるんですが、この240っていうのは、半分に取ると、チャチャチャくらいですね。にすると、打点音楽でいうチャチャチャのテンポ。タタ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 は8分音符になるの、になるんですが、それに、タタタタタタタン。4、6、7、8、7、8、というふうにですね、あの、まあ、ずれ込んでいってしまうんで、曲の中でこれをやるということではないんです。あくまでウォーミングアップですから、スティックのね、ウォーミングアップで5とか7を打ちながら、かつ、まあ、今回のテーマでもあります、この連続で打つ感じですね。連続で打つ感じのウォーミングアップ。1つから始まり、8個まで。1、2、3。4、5、6、ですから、もちろんメトロノームくんを使ってもいいんですけども、自分でしっかりカウントしながら、こういうのもね、すごくいい練習になると思うんです。5個打ち切る、7個打ち切るっていうのがですね、やっぱ普段あまりないんですね。ですから、すごく僕の中でもウォーミングアップできるし、それがこう帰ってこう、ね、活性化するというか、すごく僕の中ではすごくすごいいいウォーミングアップなんですね。ね、5とか、1、2、3、4、5、6、7。例によって、ここの感じを使ったり、使わずにホールド気味で、ね。ここをホールド気味でやると、ね。少し手首に依存されるんで、それはそれでウォーミングアップになりますし、ここを少し解放すれば、ね、少しこう、ゆるいというか、ね、指を使った感じになりますんで。今回の二つ目はですね、こういった一つずつ増やしていってリピートするというね、感じのね、ウォーミングアップ。これもね、紹介してみました。ぜひやってみてください。イエイ。今回のスティックコントロールはウォーミングアップと題しましてですね、いくつか私がこう普段ちょっとねした時間にやってるウォーミングアップを紹介しました。まだまだいくつかありますので、またね機会を見て紹介していきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、いいねボタン押していただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのミサリートでした。イエーイ。ミザリーとラテンパーカッションチャンネル、ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。イエーイ。